はい、田中球児です。今回はね、ツイッターで予告していたね、質問返信ですね。はい、で、今回の質問は Steam でプレイ時間が一番多いゲーム教えてください。はい、で、まずね、Steam ってのはね、わかんない人がいるんでね、説明すると、まあゲームランチャーのことっすね。はい、ね、それでも多分わかんない人がいるんで、プレイ4とかね、多分スイッチでやってる人はね、多分使わないんで普段。まあゲームランチャーって何かっていうと、まあ普段ね、自分Apex とかフォートナイトとかやってんだけどね、まあそれはね、あれなんだよね、そのゲームランチャーから起動してるんだよね。そのなんだろう、なんていうの、ゲームランチャー自体はね、在庫っていうか、在庫じゃない、トラックじゃない、なんだろう、市場と、なんだろうな、市場と保管機能が合体したみたいな感じ。うん、コインロッカーと市場が合体したのが、まあランチャーなのかね。なんか説明がちょっと下手なんだけど、まあここではね、ゲームをね、起動する場所みたいな感じで捉えてください。はい、まああれかな、プレフォーとかスイッチ、そういうハードと似たような、似てるか微妙だか、まあそんなもん、うん、そんなもんだと思って。はい、ゲームランチャーね、独自のね、ゲームが出たりするんで、そんなもんだと思ってください。はい、で、戻すと、Steam でプレイ時間がね、多いゲームね、自分ね、今までね、その自分でもね、測ったことっていうか、その見たことなかったんでね、トップ3までね、まとめてみてね、意外なゲームでしたね。はい、あのね、Steam ってところはね、ゲームのね、時間までもね、測ってくるんですよ。はい、プレイ4でもやってくれたかな、プレイ3、俺がやった頃はプレイ3でもなんか、ワンデイとかあった気がするんだけど、Steam でもね、Steam はワンデイじゃなくて、時間でちゃんと測るんだよね。まあ、変わんねえか、時間も、1日も。はい、じゃあね、早速ね、その Steam でのトップ3、プレイ時間をね、発表したいと思います。じゃあね、3番目のゲームから言います。スカイリム。はい、スカイリムはね、皆さん知ってるか分かんないですけどね、RPG で、結構ね、超大作 RPG です。はい、オープンワールドって感じですね。はい、結構ね、オープンワールドのゲームだと、スカイリムは、まあ、起源ではないけど、一番有名かなってぐらいね、ほんとね、有名なゲームなんで、今はね、多分プレイ4でもスイッチでも、Xbox でも PC でもできるんでね、ぜひやってみてください。で、スカイリムはね、なんでこんなハマったかなって、あ、プレイ時間ちなみに何時間だっけな、ちょっと待ってね、だいたい何時間だっけなでも言うて200ぐらいだったような気がしなくもない。どこだ、スカイリム、スカイリムね、スカイリムじゃなくて、ザ・エルダー スクールズ・ブイ・スカイリム。はい、ザ・エルダーシリーズっていうのがあって、まあ、オブリビオンっていうのも有名なやつなんだけど、それのことだね。はい、そのシリーズのこと。モロスウィンドはやってないんだよね、俺ね。で、プレイ時間が200時間か。あれ、あんま言ってないね。もうちょっとやった気がするんだけど、こんなもんなのかな。はい。で、スカイリムはね、何にハマったかって言うとね、モッド遊びにハマったね。モッドっていうね、その、追加コンテンツ、ユーザーが作った追加コンテンツをダウンロードできる機能、ダウンロードとか入れる機能があって、いや、それですげえ改変できるんだよね、ほんと。キャラクターのエディッター変えたり、なんかその新ストーリー追加っていう大型モッドもあったりして、それがハマったね。いやね、キャラクターエディッターできるのがやばかったな、ほんとに。まあ、いわゆるね、エッチーモッドもあったり、逆にそのかっこいいモッドもあったり、もうね、いろんな幅があってね、ハマりまくりましたね。はい、まあスカイリムはね、なんで俺は PC 版でやることをおすすめするね、正直。あの、モッドが入れられるのかね、プレイ4とか Xbox とか、なんか入れられるかちょっと分かんないんだけど、PC 版だとね、その制限なく入れられるんで、まあスカイリムは PC 版でやった方が、まあ俺は PC 版でしかやったことないからね。オブリビオン、前作のオブリビオンは、Xbox でやった記憶あるんだけど、まあスカイリムはね、ほんと PC でしかやってないんで、まあ PC。ファンしかほぼ知らないんだけど、まあ PC でやった方が面白いかなっていう感じですね。はい、いや、スカイリムはね、ほんと一回やっとくべきだと思う、マジ。 RPG 好きな人だって、洋芸の RPG のなんかほんと大作って感じだから。いや、でもその JRPG、 あの和RPG っていうのしかやってない人もぜひやってほしいね。まあ、JRPG とはちょっと違った感じだよね、やっぱ。洋 RPG はどっちがいいとかの話ではなく、やっぱ違うよね。あのね、なんだろう、
JRPG、日本の RPG って結構可愛い女の子や男の子、が出てくると思うんで、あと年齢層低め、その低めっていうかさ、その主人公の年齢層低めなパターンが多いな、多い印象があるんだけど、ね、スカイリームはね、ほんとおっさんおばさんが多いからね、圧倒的にね、おっさんおばさんが多いから。あとね、まあ言っちゃなんだけど、顔は可愛くない、男も女も可愛くないし、かっこよくない のが多いと思う。まあ一部可愛いやつはいるけど、その JRPG って結構全員可愛かったりするじゃん、マジで本当に全員可愛い。いい、まあ俺は正直 JRPG の顔可愛い方が好きなんだけど、そこは洋ゲーよりもね、洋 RPG、 なんていうんだろうね、洋 RPG よりも、ね、JRPG が好きなんだけど、まあその代わり拡張性っていうか、モッドとかあるとこはほんと洋ゲーのが好きだね、マジで。あとオープンワールドに関してはやっぱ洋ゲーの方がなんか、まあ俺がやってる JRPG は結構昔のってのもあるけどね、うん、のあるけど、まあやっぱ洋ゲーの方がやっぱ拡張性高いみたいな。モッド出てんのはさすがにそんなねえんじゃねえかな、こんな大々的に推奨してんの。なんでね、スカイリームはおすすめっすね、はい。まあなんか最後洋ゲーと洋 RPG と JRPG のね比較になっちゃったけど、やべえな、やべえな、スカイリームだけでめっちゃ喋ったぞ。まあね、スカイリームについて語るとね、てかその前に自作早く出してほしいね、ザ・エルダースコスクスクオスコールスクールシリーズの、はい、このね、ザ・エルダースクールって、まあ、これ結構重要アイテムのはずなんだけどね、あんま作中だと出てきてる印象がないっていう。でもね、結構出てきた、もういや、ちょっと話長くなるってことで、スカイリームの話は終わりです、はい。で、第2位はハーツオブアイアン4、ホイフォースね、はい。ホイフォーはね、264時間やってますね、結構ね、今急激に追い上げてるホイフォーさんですね、はい。ホイ4っていうね、ゲームはね、すっごい面白くて、ホイ2ってゲームがあったんだけど、なったんですよ。第二次世界、あ、その前に、その、ちょっと言いかけたけど、ホイシリーズはね、第二次世界大戦をシュミレート、要は第二次世界大戦の中の国に入って操作するって感じなんだよね。例えばね、ドイツだったり、イギリスだったり、アメリカだったりね、ソ連だったりね、この頃はソ連なんでね、ロシアじゃなく、ソビエト連邦なんで、ソビエト連邦だったらフランスだったりね、日本も大日本帝国の時代なんで、そのあれっすね、結構面白いっすね、二次大戦っていうかね、そういう歴史が好きな人にとってはね、結構ハマるんではないでしょうか。それもね、プラスモッドもあって、まあモッドでいろんなことができたりするんですよ、はい。オスマン帝国が復活したり、ロシアだとね、ソ連じゃなくて帝政ロシアがね復活したいね。あとカイザーライヒってモッドがあってね、それがねすごい面白いんですよね。まあどういうモッドかっていうと、第一次世界大戦ドイツが勝ったらっていう世界戦のモッドなんだけど、これがマジで面白くて、まあ例えばね、ロシアが、まあ、共和国だったり、フランスが、共産化、イギリスも共産化したりね、サンディカリズムっていうね、労働組合至上主義だっけな、自分もねそれで初めて知ったんだけど、そういうのがあるらしくて、それではなったり、アメリカで内戦起きたりね、日本が唯一民主主義の砦になるのかなっていう感じな、まあそれは置いといてね、カイザーライヒの、まあ、そんな感じでね、拡張性がすごいあるんですよね。自分の第二次世界大戦その結末を、なんだろう、まあ、自分の思い通り変えたいね。逆にその中小国、とかね、その名を馳せてなかった中小国がね大国になってね、そういう歴史のロマンっていうかね、のが詰まったりするモードですね、はい。モードっていうかゲームですね。本当ね、ホイホはね、俺も動画しようと思ったんだけど、いかんせん編集がねだるそうなのと、その、まあ、そんなね正直受けが良くなさそうだったなっていうのがあって、あんま出してないですね。個人的にはすっごい面白いゲームなんだけどね、絵がね地味なんだよね、ホイホって本当に地味。あのね、本当シミュレートしてるだけだから、マジで地味なんだよね。なんかそのアクションゲームとかってさ、結構さ、なんか何やってるか分かりやすかったりするんだけど、ホイホ何やってるか分かりにくいっていうのがね、わりかしあるね、はい。まあね、個人的にはね、ホイ4は面白いゲームっすね。いやー、ホイ4でね、まあおすすめの国ったらやっぱドイツじゃないかな。あとソ連も面白いかな。日本もまあまあ面白いね。アメリカはね、強すぎて面白くなくて、イギリスはまあまあ面白いと思う。フランスはちょっときついね、ドイツに対して。まあポーランドとかもかなりきついっすね。もう、ルクセンブルク、ベルギー、オランダとかマジできついっすね。中国も中国で面白いと思う、結構。まあそんな感じかな。やっぱいわゆる大国たちは面白いよ、やっぱ。でもなんだかんだね、やっぱし、でも
いや結構きついのはやっぱベルギーとかオランダじゃねえのかな。やっぱベルギー、オランダ、ポーランドはかなりきついと思う。あとルクセンブルクね。まあ多分ね、そのラジオ聞いてる人は何のこと言ってるか分かんないって人が多いと思うんだけど、まあでもね、面白いのはね、結構ね、そのホイホイやるとね、地図多少覚えれるよね。その現代の地図とは全然違うんだけど、違うんだけど、まあ、多少の国名、例えば多分ラジオ聞いてる 人にはさ、ベルギーの位置分かんない、オランダの位置分かんないとかさ、ノルウェーの位置分かんないとかいう人いると思うんだけど、その位置大体分かるしね。はい、まあね、あとね、ソ連とかね、まあソ連の存在を知りたいね。多分ね、ソ連のことを、ね、知らない人もいると思うんでね、まあ別に知っててなんかなるのかなって話なんだけどまあそういうね、歴史の授業の時にちょっと、まあでもね、歴史の授業ってそんなに二次対策扱わねえからな、そんな。まあね、そんな感じですかね。はい、こういう本はね、ぜひとも面白いんで、しかもね、まあ安かったけな、本はそんな安くないか、6000円ぐらいか、ゲーム単体だとそんな安いか、2、3000円だと思うんだけど、 DLC 積むとなんだかんで1万ぐらいかかるのかな。うん、DLC なくても面白いけどねって感じで、はい、ホイホーは面白いですね、おすすめです。はい、ホイホーはね、うん、おすすめだね。じゃあまあホイの話はね、こんな感じで終えたいと思います。はい、で第2位は終わったか。で第1位、来るべき第1位の発表です。はい、第1位は、まあ、PUBG ですよね。プレイ時間444時間というね、不吉な数字なんだけど、まあ、PUBG はまあバトロワの、なんだろう、まあ最初のバトロワではないと思われるんだけど、まあ2番目かな。H1、Z1 が俺1番目って認識してんだけど、もともとはデイズかな。いや、デイズの前にアロマなんだっけ、アロマか、まあ、わかんないんだけど、まあ PUBG はね、多分一番最初に認知された、一番最初に広まった PUBG じゃない、バトロワですね。はい、まあ、なんだかんだね、プレイしたと。まあ、当時はハマってましたね、相当。多分ね、PUBG の前に H1Z1 のバトル場があったんだけど、それはハマんなかったんだけど、PUBG はね、結構ハマったって感じですね。まあ、一回やってみてもいいんじゃないでしょうか、皆さん。一回だとね、なんかね、一回やってみてると、すごいなんか、お前一回しかやらなくていいのかって言われかねないんだけど、一回、まあ、買ってください。はい、そんな高くないんでね、PUBG は。まあね、後続バトルはね、無料なのが多いですけどね、PUBG は有料なんで、まあまあ、金払う価値はあると思うね、PUBG。3300円か。まあ安いね、3300円。思うけどね、最近のゲームって高いよね、いや、高いってね、安いよね、むしろ。なんか3000円でも高いって印象を受けるわ、基本的に。6000円のフルプライスのゲームって本当になんか、ない気がする、マジで。フルプライスのゲームだったら相当のクオリティがないと叩かれる印象にあるね、マジで。もうそういう時代じゃないのかもね、フルプライスで、なんかその6000円で売り切るみたいな感じじゃないかもね。はい、まあ、PUBG の話はそれぐらいかな。一番 PUBG の話が短いって叩かれそうだな。叩かれそうとか言われそうだな。スカイリムの話が一番投げるような、3位の。まあね、スカイリムね、この3つの中で一番ハマったの、俺ね、ホイシリーズかもしんないな、一番ハマったのか。1位 PUBG、 2位ホイでしょ、ホイ4、3位スカイリムで。でもなんだかんだホイ4じゃないのか、2が一番ハマってて、ホイツ狂ったように多分1000時間やったから。ホイツもね、一応ね、そのスチームにあるんだけどね、ホイツはね、そもそもあの普通に起動しちゃったからね、スチーム返さずに起動したからね、プレイ時間にカウントされてないっていう、ね、ことなんだけど、あとね、同じ理由でね、 COD もね、 COD4 もね、俺一番狂ったようにやったんだけど、それもね、カウントされてないんですよね。多分 COD も1000時間以上やったと思う、まあ、今だと測りようがないんだけど、まあ、やったと思うだよね。多分一番やったゲームは COD だと思うんだよね、 COD4 で。2番目がハーツ・オブ・アイアン2かな、それか BF4 かな、多分2位と3位どっちか。で4位で、BF1 かな、 PUBG かな、いや BF1 だと思う。で5番目に PUBG とかかなって感じっすね。はい、まあ、なんで、そうですね、一番思い出のあるゲームはまあ COD4 なんだけど、まあ、今回ね、Steam で一番プレイしてるゲームトップ3って感じなんで、あれですね、まあ、番外編で言うならば、一番やってるゲームは COD4、2番目はホイ2です、3番目は BF4 とか、まあ、2、3位はね、結構ね、あやふやなんで、1もあやふやなんだけど。じゃあ今回こんな感じでね、まあね、1個の質問で終わっちゃいましたがね、皆さんもね、Steam っていうかね、PC 版でぜひゲームやってみてください。はい、PC 版のいいところはね、語るのはね、多分別動画でも語ってるような気がしなくもないですが、本当に PC 版はね、はい、素晴らしいんで、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。
まあ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 。